ポップコーン対決。まずは画面の中在住の貞子さん、おすすめしてくれたのは塩味。はい、こちら怪しい家在住のかやこさん、おすすめしてくれるのはキャラメル味。おっと、両者譲らない構え。ん？年男が動いた。なんと年男のおかげで2人が反省？まさかこの2人が握手？その結末は劇場で。貞子 VS かやこ、2人の対決はさておき、ポップコーンは仲良くハーフ&ハーフができました。